で、勉強が苦手だったので、もう勉強して英語を学べるようになら無理だなと思ったんですはいはいはい。で、じゃあ、きっと英語を喋ってる国に行けば喋るようになるだろうと。なので、じゃあ留学しようが最初だったんですよ。うちの地域が、生活保護の人とかが割と多い地域で、コメントでもあるんですけど、その中学校の時に校門の前に学校の先輩が立ってて、男はとりあえず一発ずつ殴られて入るみたいな、そういう。アメリカ人の、生まれた人の8割ぐらいの人って、自分の州を出ないで死ぬじゃないですか。僕はひろゆきさんのことをあんまりこう最近だっていろんなこう記事で見て面白いなと思ってるんだけど、外国に行ったきっかけ、そしてそれが2チャンネル作ったってことで、僕なんかもアメリカで当時流行ってたことなんかを日本でやったらいいなと思ってたんだけど、これそれこそソニーの森田明夫さんが、だいたい海外で暮らした人はみんなね、海外でこれやったら面白いよ、今流行ってるよって言うんだけど、それを実行する人はほとんどいないと。だから問題はやはりね、気づき能力もあるけども、実行力があるかどうかだってことをおっしゃってて、それすごい感動したんだけど、それで あなたの場合は、2チャンネルというニューメディアを作ったわけじゃないですか。これ僕ね、驚いて衝撃で、でも今日ね、会ったら聞きたいなと思ったんだけど、まあ、もうね、お辞めにはなったわけですよね、もうね。だから、最初大学生の時に、一回浪人して大学生になって、で、まあ、4年間大学に行くんだったら、英語ぐらい喋れるようになった方がいいなと思って、そう、ね、で勉強が苦手だったので、もう勉強して英語を学べるようになら無理だなと思ったんですよね。はいはいはい。で、じゃあきっと英語を喋ってる国に行けば喋るようになるだろうと。なのでじゃあ留学しようが最初だったんですよ。で、日本の大学2年行って、1年アメリカ行って、で日本で1年で3年と1年で卒業っていう形で卒業になったんですけど、で、アメリカに行くときに、大学の寮でインターネットがつながっていて、あったかいところで一番学費の安い大学を選んだんですよね。で、それがアーカンソー州にある、ユニバーシティ・オブ・セントラル・アーカンソーっていう大学で。アーカンソーなんて日本人ほとんどいないでしょ、アーカンソー。でも、やっぱちょこちょこいるんですよね。結局、どんな人に聞いても、日本人全くいないところってやっぱ少ないよねって話になって。その誰もいないというところだと、誰もいないところを目指していく日本人みたいな人がいて、そう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 、だからすげえマニアックな、オハイオ州とかでもやっぱ日本人いるんですよね。へえ。ただ僕はやっぱ向こうで最初、アメリカ人からこう若い連中いるじゃないですか、いわゆるそのアジア人をこうバカにするわけですよ。で、はいはいはい、ジャップナップ結構言われて、なんでこういうこの人種で差別されなきゃいけないんだっていうのを本当にこう、初めてこう差別体験をこう経験して、本当にもう許せないなと思って、やっぱり日本人としての逆にこの誇りを持つようになったっていうか、それやっぱその貴重な体験でしたね。それはあまり差別体験されませんでした。いや、僕あんま気づかないんですよね。だからそのレジのその白人の女の子がこうお釣りをこうちょっと上から落とすとかっていうのは僕あんま気にならない方で、なんか潔癖症の人とかも他人に触りたくないとかいるじゃないですか。だからまあ、この人はそういう人なんだっていう感じであんま気にならないんですよね。へえ。でも今はね、だから差別を差別と思うか、その個人の行動パターンかと思うのかっていうので、その僕が道歩いてて黒人にドーンと押されたりはあるんですよね、大学生で。ただその時に日本でも同じようなことってあるじゃないですか、ヤンキーがその弱そうなのを押すみたいな。やっぱ僕170センチであいつら2メートル近くあるんで、でも若い頃はそういうのはいるよねって僕割と個人の問題として捉えちゃってて、だから人種とか差別とかっていうのがあんまり感じなかったんですよね。あとイラン人の友達が言ってたのが、まあ、人種のヒエラルキーと白人が一番上にいて、で、まあ、人によって違うんですけど、白人、黒人、アジア系ってこうアジア系一番下じゃないですか、はいはいはい、だから俺たち得なんだよねっていう言い方をしてて、要はその上にいると上のやつだよね、差別してるよねっていう形でいろいろ足引っ張られたら攻撃されるし目つけられるんですけど、俺たちって何してもほとんど見られてないし注目されてないから結構楽だよねって話をしてて、確かになと思って。
なので、その差別されるっていうのって、その逆に差別してる側としてのペナルティが結構あって、あのアメリカの場合だと、その白人よりもその黒人の方が大学受かりやすいみたいな。はいはいはい、はい。だから、ああいう感じのがあって、やっぱその、そういう意味で下駄吐かれや、吐かせてもらいやすいっていうのもあったりするので、なので、なんか被差別側でいいんじゃねっていうのが割とあるんですよね。いやでもだからそこはアメリカで暮らした一つの貴重な体験だったなと僕は思って、あの当時。ああ、はい、まああと僕のさ、の暮らしてた地域、赤羽っていうのが治安めっちゃ悪かったんで、はいはいはい。だからそれに比べると、あの大学全然平和じゃんっていうのがあったんですよね。へえ。そのうちの地域が、その、まあ、あの生活保護の人とかが割と多い地域で、その、まあ、あのコメントでもあるんですけど、その中学校の時に校門の前に学校の先輩が立ってて、男はとりあえず一発ずつ殴られて入るみたいな、そういう。で、あの僕が学芸大中学1年の時に学芸会の練習をしてたら、そう体育館で先輩がブワッと入ってきて、でそこの演出をやってた英語の先生殴って失明しちゃって、その先生僕が来なくなるとか、いやすごいなっていうのがあったんで、もうそのなんか大学で起こる多少の暴力とかって別になんか、あそんなもんだよね、平和平和みたいな。あのまあ、ロスだと多分銃があるんですけど、アーカンソーやっぱあんまり銃ないんですよね、はい、なのでそういう意味でそのせいぜい殴った殴られたとかそんなレベルの話なんで、 あんまりそういう意味でその差別的なものであるとか、なんかそれを変えなきゃいけないというほどのものというふうにあんま感じなかったっていう、なので幸せな生活をしてました。とかあとあのロスに、その大学1年アーカンソーにいてロスに行って分かったのが、そのロスの人って挨拶しないんですよね。そのあの多分日本人の感覚のままそのカリフォルニア行かれてるから多分違和感を感じなかったと思うんですけど、アーカンソーの人って会うと誰でも必ず挨拶するんですよ。その通りすがり の全然知らないおじちゃんとか学生とかでも、はいはいはい、とりあえず挨拶をするのが当たり前で、しない方が不思議っていう環境で育ったんですよね、1年間。だから ロサンゼルスに行って通りかかる人に挨拶をしてもなんかシカトをされるとか、あの 目やってるのに挨拶をしないとかで、おどういうことここと思って、あロサンゼルスとアーカンソーは文化が違うんだって気づくのにも時間があったっていう。なるほど。でも僕はね、あのそのディズニーランドなんかあるオレンジカウンティーの方に住んでたんですよ、はいはいはい、だからロスのダウンタウンとかに比べるともうちょっとこの穏やかな感じなんだけど、はいはい、そこはね結構キャンパス行ってもね、あのはいって声かけられたんで、で僕も誰かで構わずね、はい、はい、はーいとかって言うようになって、そしたらあの、うん、日系人の人に、ね、ヒロ、あまりそんなね、あんなに知らない人にはーいなんて言わない方がいいわよって言われるぐらい、逆になんか僕なんかノリノリになって、もともとはなんかあの本当にこうアメリカのカルチャーがあの似合う体質なのかなと思っちゃいましたあ、だからそういう意味で言うと、あと多分南部とか中央部とかの、ね、あのもうちょっとその本当のアメリカ側に行った方が楽しかったと思いますよ。そうかもしれないですね。多分あのそれでトランプ支持者になるっていう、そういう方法です。それやっぱその都会の人たちの考え方と、その本当のアメリカ人ってその都会に住んでない人じゃないですか。要は東京って住んでる人が 10% で、残り9割は東京に住んでないみたいなもんで、はい、ただなんかそのアメリカ人ってどういう人っていうイメージが結構違うんですよね、日本の人が思うのが。みんなそのロスとかニューヨークの人イメージしちゃうんで、で僕はやっぱそのアメリカの中央部の人たちのイメージになるんで、あのやる気がなくて優しいけど、あのなんかそのまま毎日楽しく暮らしてるみたいな。確かにアメリカってこう一言では言いにくいですよね、うん、本当に、うん、そのアメリカ人 の生まれた人の8割ぐらいの人って自分の州を出ないで死ぬじゃないですか。だその生まれた州でその州の大学に入って、でその州の州都とかで働くことあったとしても、まあ、結局地元に帰って地元で死ぬっていう。だからアメリカ人の生活って基本それなんですけど、なんかパスポート持ってない人の方が多いみたいな。うん、でもなんか日本の人ってやっぱそのロスとかニューヨークとかを見ちゃうから、アメリカ人ってみんななんかお金儲けに頑張ろうとしてるとか優秀な人たちが集まってると思いがちみたいな。だからそういうギャップもあって、あのトランプ大統領躍進を外した人が多いんじゃないかなと思ってますけど。でも僕もあの、え、日本って中国のどこの、どのあたりの州なのなんて言われたことありますよ。そうですね。そうそうそう。あ、もう一緒になりますよね。だからあの、トヨタとかホンダとかもアメリカの会社でしょって言われるっていう。そうね。だってアルファベットで書いてあるじゃんみたいなこと言われて。そう確かにって。だけど、そこへ行くとヨーロッパはどうなんですか？フランスで暮らすっていうのは。うん、
僕パリでしか住んでないので、そういう意味でたまにそのフランスの地方に行くとやっぱちょっと感覚違うなっていうのあるんですよね。へえ。そのパリだともう基本英語喋るのが当たり前だし、まあ、観光客も多いので、その感覚が本当にそのアメリカの都市部とか日本東京とかに近いんですよね。要はその合理的で、まあ、お金稼いで努力する人が頑張って固定生活しますみたいな、なんか一生ダラダラしてやるぜっていう人があんまりいないっていう。へえ。